こんにちは、アッツです。サネギです。はい、今回はちょっとね、文法の細かいことについてニックの感覚をね、はい、知りたいなと思って、うん、まあニックは専門家じゃないから、ニックのその専門家ではないんだけど天才なんで、ああじゃあバッチリ、じゃあバッチリです、はい、でも言語学者じゃないからこれは単純のネイティブの気持ちで思うことを言うだけ、そう、個人の感覚をシェアしてもらうって、たまに言語学者じゃないからさみたいなコメントあるからさ、ありますね、そう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 、はい、それ許してあげてください、うん、そう、はい、今回はCan の過去形の could、うん、yeah. と、それに似たやつで was able to、 この2つに違いが実際はあると思うんだけど、うん、まあなんか結構学校ではあんまりそこまで詳しく教えてもらった記憶とかなくて、 なんかじゃあできるのできた、そうできるの過去形できたは could で、okay. まあ同じように was able to もできたですぐらいだった気がするんだけど、実際違いあるよね。違いある、うん、Give me two sentences and I'll tell you。 例えばその電車に間に合ったっていう時に、うん、I could catch the train っていうか、うん、I was able to catch the train、うん、もちろん I was able to catch the train、うん、そう、日本ではよく I could catch the train とか I could meet my friend yesterday とか使うじゃん、あの会うことができたって意味でね。そうだけど間違ってるね。間違ってる、そう、うん、あ、知ってるの、あ、そう、一応知ってるんです。知ってるんかい、知ってるんですけど、何のためにやってんの。皆さんに教えたい、皆さんにシェアしようっていうことで、 okay, okay. どういう、どうしてじゃあ I could じゃダメなの。 I could だったら I could speak Spanish when I was 5. You could speak Spanish when you were 5. 5歳の時はスペイン語喋れました。 Is that for real? No, maybe when I was actually 4. そう、ベイビーシッターがメキシコ人だったんで、うん、それでスペイン語をいっぱい聞いてたまに喋ってたの。うんうんうん、 I couldHit a home run 10 years ago とかわかんない。で、しかもそれは1回だけできたってことじゃなくて、 その時期にずっとできた、ずっとできたっていう、いわゆる一般的な能力のこと言うんだよね。そうです。なんかその was able to do だったら、その時 one time で1回できたっていう感じ。なるほど。そう、例えば I was able to pass the testだったら、そう、その試験を昔パスすることができた。So, I was able to hit a home run はその時だけホームランができたみたいな。っていう意味にもなれるってことでしょ。そうだね。でも I could pass the test だったら、yeah. その時に試験を受ければいつでもパスできた能力があったみたいな感じ。まあ、ちょっとリキャップすると、okay. could と was able to っていうのは、まあ、どっちも過去の一般的な能力を表すことができるんだけど、yes. あと was able to do にしかできないことは、うん、過去に一回だけできた、その時にホームランを打つことができたとか、皆さんは思ってると思いますけど、うん、僕は多分いらないと思います。この人が全部一人で完璧に説明しました。そういうことですよね。そうです。でもね、だから was able to do だったら、一回だけできたとかいう時にも使えるけど、yes. could はそれは使えないってこと。 So you can't say likeI could meet my friend yesterday. That's 間違ってるでしょ。それは、会おうと思えば会うことはできたけど、 I could meet my friend yesterday, but I had a bunch of stuff to do and I just I couldn't make it. Right? うん、そうそうそう。だから会おうと思えば会えたんだけど、うん、会わなかったっていう感じだよね。 So I was able to meet my friend yesterday means So you actually met そう your friends. いいんじゃないですか。そういう感じですね。そうですかね。はい、okay. それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。Peace.